リビトパイモン、こっちだよ。モーロニー、もう来てたのか。あ、変なやつも来てるぞ。おはようございます。おはよう。いつ出発するんだ？旅が始まる前からもう待ちきれないってせかす子供みたい。早くやるべきことに着手したいだけだ。春の遠足とは違うってことは君も分かってるだろ。お互いプロらしく行こう。心配しないで、私だってプロのガイドなんだから。コホン。じゃあ神秘の島への旅にレッツゴー。おー、まずはこの彫像なんだけど。お、これが何か重要な手がかりなのか。うん、流星の州の初代族長が神秘の島から帰ってきた時に建てたもので、ランドマーク的な存在なんだよ。出発の前に彫像に触れてご先祖様にお祈りを捧げるの。そうすれば神秘の島への旅がきっとうまくいくはずだよ。その説に理論的根拠はあるのか。理論的根拠？そんなのはないけど、先生から教わったの。神秘の島へ出発する時のマナーなんだって。よくできました。専門外のことについてとやかく言わないのもプロの精神だよ。いいだろう。だがそれじゃ論文には書けない。さあさあ、みんなで唱えましょう。敬愛する先人よ、あなたがかつて成し遂げた偉業、その旅路を今私たちは再び歩み出そうとしています。どうかこの出発を見届け、無事帰ってこられるよう見守ってください。なんか偉大な冒険が始まるって感じがするぞ。でしょう。気合を入れて、まずは一つ目の手がかりを探しに行きましょう。一つ目の手がかりってどこにあるんだ。それはね、やはり一つ目の手がかりはコホラ流と関係してるんだな。部族以外の人でも地図の写本からたどり着くのは大体同じ結論。でもほとんどは探す方向性が間違ってるんだよね。初代族長は手がかりの部分に特殊な記号を書き入れてるけど、それは私たちの部族がコホラ流をマークする時の暗号なの。適当に1匹や2匹のコホラ竜を当たっても手がかりは見つけられないよ。さすがプロだな。だが僕が調べた限り、コホラ竜は温泉を奪い合う時を除けばあまり群れるのを好まないらしいが。流星の州のガイドしか知らない秘密を教えてあげる。野外に生息するコホラ竜は定期的にこの先にある谷に集まるんだよ。そうだな、部族で定期的に催される集会みたいなものかな。その時期が終わったらすぐに散っていくんだけど、ナタを頻繁に旅するガイドくらいしかあんまり見られない光景かもね。そんなことがあるのか。メモしておかないと、論文のしかるべき部分に書き足そう。地図を解読してみたけど、手がかりは
あの谷の奥に隠されてると思う。あっちに行くには竜の群れを抜けないといけないだろう。そうだね。できるだけあの子たちに気づかれないように行動しなくちゃ。友達と集まってるところを邪魔されたくないでしょ。竜の群れに近づかないといけないんですか。協力すると約束した以上、双方が力を出し合うべきだ。しかし、カーリャはコホラ竜に襲われたばかりだから、あいにく都合が悪い。だが僕は、なんら問題ない。カーリャにはここに残ってもらって、彼女の分の仕事は僕が肩代わりしよう。そもそも全員で行く必要はないよ。誰かが残って荷物を見ないといけないしね。じゃあ荷物の番は二人に任せていいかな。旅人とパイモンは私についてきて。そうなのか。了解した。でも君の後輩を思いやる気持ちはバッチリ伝わってきたから、しっかりついてきて。あんまり離れないようにね。わあ、やっぱり気づかれちゃった。一旦撤退してもう一度試しましょう。コホラ竜って警戒心が強いんだな。こんなんじゃいつまで経っても向こうに行けそうにないぞ。地図の情報から手がかりは向こうの谷にあるという結論が出たなら、竜の群れを追い払えばいいんじゃないか。君たちの腕前なら不可能じゃないだろう。コホラ竜をこっちから傷つけちゃいけないって部族の先輩たちに口を酸っぱくして言われてるの。そんな行為は不吉すぎるってね。大地、パーティーに乱入するだけでも失礼なのに、参加者たちを追い払うなんてひどすぎでしょ。それはどういう理屈だ。では他の方法を考えましょう。コホラ竜に気づかれずに谷に入る方法はきっとあるはず。一人で考えるのは非効率的だから、みんなで考えよう。オイラも考えてみるぜ。迂回するとか。地図を見る限り手がかりはコホラ竜の群れの真ん中あたりにあるし、迂回したって他のコホラ竜の群れに出会うかも。そっか。困ったな。カーリャさん、ヴィランドラさんのフォローに入る時くらいしか喋ってないけど、何かアイデアはある？私ですか。そうですね、先輩がコホラ竜から手がかりを探すと決めた時、私もコホラ竜について調べるのを手伝ったんです。するとある興味深い事実に気づきました。コホラ竜は聴覚によって獲物の方角を判断すると思われてきましたが、実は鋭い嗅覚の持ち主でもあるんです。役に立つかどうか分かりませんが。なるほど、そうか。それってすっごく重要な情報だよ、カーリャさん。カーリャでいいですよ。じゃあ引き続き荷物の番をお願いね。旅人パイモン、ついてきて。いい方法を思いついたんだ。だ、コホラ竜のパーティーに乱入するための鍵。鼻が利くのなら、いくら頑張ってあの子たちの視線を避けて静かに近づいても匂いできっとバレちゃうでしょ。でもこれがあれば問題解決だよ。この植物はコホラ竜と似た匂いがするから、これから絞った液体を体に塗り込めばコホラ竜の鼻をごまかせるはず。体に塗るのか。大丈夫だって、美容効果もあるんだよ。
なんかぬるぬるしてるな。でも確かにコホラ竜の匂いがするぞ。よし、完璧だね。じゃあもう一回挑戦しよう。難しいな。あ、いいアイディアがあるよ。ちょっと待ってて。驚かせないように慎重にね。多分この辺りだと思う。見ろ、コホラ竜たちがあっちの岩に集まってくぞ。一体何してるんだ？そう、パーティーに飽きちゃったから、あっちにみんなを集めて面白い話でもしてるのかな。コホラ竜の言葉はわからないから何とも言えないけど。え？竜戦の州のガイドはみんなコホラ竜の言葉がわかるもんだと思ってたぜ。それ誰に吹き込まれたの？まあよく考えたらデタラメに決まってるよな。あれはなんだ？石の壁に何か模様が出てきたぞ。確か色の変わる種類の苔があって、コホラ竜が放つ生理的信号に反応するって話を聞いたことがある。でも苔が反応するためにはかなりの数のコホラ竜が必要なはず。なるほど、これが手がかりなんだ。写真を撮るか。光でコホラ竜がびっくりしちゃうかもしれないから模写するよ。これで第一関門は完璧に突破だよな。なるほど、もし最初から竜の群れを追い払ってしまっていたら手がかりも得られなかったわけだ。やはり理論で説明できるな。クアリャさん、クアリャっていつもこうなの？つい研究に夢中になってしまうようで。とにかくこれで私の判断は間違ってなかったって証明されたでしょ。私を信じる気になったならもう口答えはやめてね。わかった、その方が時間を無駄にせずに済みそうだ。ムアラニってチームをまとめるのがうまいんだな。さてと、この手がかりから次に向かう場所を決めないとね。この模様ってどんな意味なんだろう。ずいぶん抽象的だな、全然わからないぞ。あ、もしかして一見よくわからない線だけど、きっとチャルチビトリクエの丘の水路と陸地が交わる線なんだ。こうやって地図の欠けてるところにはめれば。オッケー、
次の目的地が分かったよ。そんなので分かったのか。直感ってとこもあるけどね。仕事柄地図をたくさん見てるうちにこういった模様にも勘が働くようになったのかも。さあ休憩時間終わり、準備して。ここで間違いないはず。次はどっちに進めばいいんだ？私にもまだわからないけど、地図を見る限り水域を横切る装置があるはず。でもこっちの線は何を指してるんだろう。うん、なるほど、僕の理論通りだった。変なやつがまた変なこと言ってるぜ。思いついたことがあるならぜひ教えて。地図に描かれた装置を表す線はおそらくスピリットウェイを指していると思う。なるほど、確かにその可能性はあるけど、でも部族はこの周辺にスピリットの刻紋を設置してないはずだよ。僕の理論じゃそれは人間が設置したものとは限らない。人間が活動を始めるはるか昔からナタの竜はすでに似たような装置を使っていたと思われる。むしろ君たち一族が使っているスピリットの刻紋は竜の時代のものを真似て作られたのかもしれないな。あ、思い出した、確かヌーおじさんにもそんな話を聞いたことがあるよ。ああ、僕も言い伝えを耳にしてね、研究に関係があると思っていろいろ資料を調べたんだ。神秘の島にたどり着くルートは見つからなかったが、島付近の地形の特徴は推測できた。つまり水路と陸地の交わる年素の豊富な地であることだ。僕の研究によれば、そもそもスピリットウェイは年素の流れに伴って発生する自然現象なんだ。おそらくこのエリアにはスピリットウェイが数多く潜んでいるだろう。そして太古の時代ここに生きていた竜がそれらを制御する装置を残している可能性は高い。なるほど、すごい、これで全部の辻褄があったよ。変なやつのお手柄だな。褒めすぎだ。僕の理論が正しければ神秘の島までそう遠くはないはずだ。ギミックを解けば島の具体的な位置を特定できるだろう。じゃあみんなで竜のスピリットの刻紋を探しましょう。あまりに雑な呼び方で論文にそのまま書くのははばかられる。こちらは竜が使っていた装置なのだから、もっと本質を表すような言葉、例えば粘素濃度と呼ぶべきだ。じゃあみんなで粘素濃度を探しましょう。っていうか粘素濃度って何？僕の推測が正しければ、あれを見てくれ。おお、光だ。これがそうなのか。近づくと活性化するみたいだね。確かにスピリットウェイによく似てる。でも地図を見た限り粘素濃度はもう2つあるはず。一緒に探してみましょう。清掃を開始。はいはい、最高。
ぐ終わらせてあげる。見つけたぞ。でもめちゃめちゃ高いな。上に行く道を探してみようぜ。お疲れ様。まずは操作方法からだね。人為的に設置したものと似てはいるけど、やっぱり 100% 制御することはできないみたい。それって何か問題があるのか？ほら、普通のスピリットの刻紋は起動さえすればあとは安心して使えるけど、これの場合は常に誰かが操作してないといけないんだよ。それと地図のヒントを見る限り、ギミックを解くには途中で別のネーゾノードに切り替えてスピリットウェイのルートを変えないといけないの。下手したらスピリットウェイから落ちちゃう可能性だってある。うわ、危なすぎるだろう。理論上3つのネーゾノードをそれぞれ操作する者がいれば危険はないはずだ。君も操作できる？さっき試してみたけど、スピリットの刻紋よりも難しそうだったよ。実際に操作したことはないが、資料を山ほど調べたから理論上はいけるはずだ。とりあえず試させてくれ。理論上こんなはずはなかったのだが。私にも先輩にも無理みたいです。お力になれずすみません。君はいけそう？これまでの経験からしてこれぐらいの装置は朝飯前だよな。よし、じゃあ旅人はここに残ってネーソノードを操作して、私はギミックを解きに行くよ。切り替えてほしいタイミングでサインを送るから、タイミングに合わせて対応するネーソノードの近くまで行けばきっとうまくいくはず。ちょっと待てよ、最初話してたのよりさらに危ないんじゃないのか？心配しないで、スピリットウェイの下は水だから万が一落ちても怖くないよ。私泳ぎは得意なんだ。あんな高いところをめちゃくちゃ速いスピードで進むんだぞ。もしミスったりしたら、泳ぐのが得意だからってどうにもならないだろう。パイモン、出発前の約束を覚えてる？神秘の島には命を託し合える仲間と一緒に向かわないといけない。旅人とパイモンが私を信じてくれてるんだから、私も君たちを信じてるよ。そうだな。気をつけろよ。
別のスピリットウェイに切り替えて。次のネットノードをお願い。了解。ムアラニの声が聞こえたぞ。早くあいつが言ってたネットノードを探そう。ムアラニ、最後のネットノードもバッチリだ。慎重にな。塩素濃度はエネルギーをチャージする必要があるようだな。一度起動するとしばらくの間使えなくなる。となると確実にチャンスをものにしないとね。一度逃せばいつまで待たされるかわからないってことだ。あれは空が曇ってきたな。お、水面に渦がいっぱい出てきたぞ。そうだね、高いところに行きましょう。あれを見て。うわ、水面にめちゃくちゃでっかい渦が出てきてるぞ。あそこが次の目的地だよ。え、ことだ。神秘の島に行くためにはあの渦の中に入らなくちゃいけない。これが地図から得た唯一の答えなの。え、単刀直入に言わせてもらうが、その渦に入る危険性については流線の州のガイドである君の方がよく分かっているだろう。うん、分かってる。でも地図を解読した結果も、さっき上空から観測したスピリットウェイの流れも、あの渦の中に通路が隠されてるって示してた。もし君が間違っていたら。先輩理不尽を言うつもりはない。残念ながらこの分野においては僕も専門家だ。おそらくスピリットウェイが周囲の水域に影響を与え、水位が下がった結果渦ができたんだろう。このスピードで行けばほどなくして水底に沈んでいた陸地が浮かび上がり、完全な姿を現すはずだ。こちらの方が神秘の島の定義にふさわしいと思わないか。だから浅瀬の方へ向かうべきだ。渦の中に飛び込めば流れに巻き込まれて底なしの深淵に引きずり込まれるに決まってる。こいつの話も一理あるような。今のところ反論の根拠は思いつかないけど、私は自分の判断を信じてる。なら君との協力関係は打ち切りだ。お互い信頼し合うって約束しただろ。これは僕の専門的知見に基づいて得た結論だ。それを否定しろと言われても無理だな。この先はそれぞれの判断で行動しよう。ダメだ。お客様が途中で離脱するなんてガイドとして縁起が悪すぎるよ。そんなの絶対に嫌だ。なら僕の最初の提案通りにしよう。君は僕のガイドじゃないし、理論上僕に対して何の責任もない。はあ、一度チームを組んだからには撤回なんてできないよ。不吉なことが起きるかどうかは
君や私がコントロールできるものでもない。こうしよう、君とカーレさんはここで待ってて、私たちが渦の近くを調べてくるから。君が何事においても理屈にこだわるのは分かってる。だから君を説得するのに十分な根拠を見つけて戻ってくるよ。それは旅人パイモン、行きましょう。ドリフト！でかい渦の手前まで来たぞ。でもあんなに大きい渦の中に入るって思うと、私が無茶を言ってるってパイモンも思ってるよね。それは気にしないで、無理もないよ。実は私もヴィランドラさんの言ってることは理解してるの。ガイドをするっていうのはそういうことなんだ。部族に代々受け継がれてきた経験を糧に、私たちは困難を乗り越えてお客さんを目的地まで導く術を身につけた。でも進むべき方向の決定権を与えられる一方で、判断を誤った場合の結果も背負わなきゃいけない。時にその結果は、これまで集めた情報から私はあの渦の中に入るべきだって確信してるけど、渦の中に何があるのかはわからない。もしあの二人が私の提案に反対し続けるとしたら、二人を説得できる自信はないよ。旅人とパイモンも私の依頼人だし、もし危険すぎると思うならここでストップをかけてもらっても全然平気だよ。ここからの帰り道は私すごく詳しいから安心して。モーラに旅人。そうだぞ、モーラニがオイラたちのことを信じてくれたように、今度はオイラたちが信じてやる番だぜ。だいたいたかが渦ごときにビビるもんか。オイラたち八神の国からも見事帰還できたんだぞ。渦に巻き込まれて水の底に放り出されたってちっとも怖くなんかないぜ。パイモン、もっかいハグしよう。そんなことより、まずは渦を調べよう。あいつを説得する材料を集めないとな。縁起がいいとか悪いとかは別として、あいつは結構知識もあるみたいだし、チームに残ってもらった方がいいと思うぞ。うん、私もそう思う。でもここに手がかりはなさそう。もっと水面に近づいて観察してみよっか。あれ、気のせいか。モアラに渦が小さくなった気がしないか。確かに、もしかしてあのネンソノーダと同じで時間制限があるのかな。なら急がないとだな。ムアラニさん、大変です。カーレさん、こんなところまで来てどうしたの。ヴィランドラ先輩がまずは自分の判断を検証したいって言い張って止めたのですが、南側の水位がじきに下がるから徒歩で渡れるはずと先輩が見込んで渡り始めたら、急に水面が上昇して流されてしまったんです。私は泳ぐのが苦手でどうしようもなくて急いで呼びに来たんです。渦が消えるまでに何とかできるか。パイモン、迷う必要なんてないよ。カーレさん、すぐ行くから彼がいる方向を教えて。Yeah.
知らせに来てくれたおかげで、なんとか間に合ったよ。あそこだぞ。ミランダの先輩、よかった。本当にごめんなさい、ムアラニさん。待っててって言ったでしょ。水面の変化から神秘の島への道が現れる時間はそう長くないだろうと気づいた。だからチャンスを見逃すわけにはいかなかったんだ。しかし僕の判断は間違っていた。ということは君の方は。あ、そうだ、今から渦のところに戻っても間に合うかな。俺、渦が消えてるぞ。やっぱり間に合わなかったか。なぜそのチャンスを逃してまでこっちに来た。何その言い方。お客さんがチームから抜けるだけでも縁起が悪いのに、溺れ死んだなんてことになったらたまったもんじゃないでしょ。本当にごめんなさい。気にしないで、カーリアさん。多分あのネゾノードを再起動すればまた渦は出てくると思う。ただいつネゾノードを再起動できるかわからないってのが問題だけど、ま、今日はもう遅いし、みんなも一日中駆け回って疲れたでしょ。とりあえずテントを張って空腹を満たそうってのがガイドからの提案。面倒なことはまた明日考えよう。言われてみれば確かにお腹ペコペコだぞ。オイラの胃袋はいい子だからな。みんなが一生懸命働いてるときはおとなしくしてくれてるんだ。腕によりをかけてたっぷりごちそうを作るよ。でもその前に場所を探してテントを張ろう。あそこが良さそう。ここでいいか。オイラと旅人も手伝うぜ。じゃあお願いしていい？私は火を起こしてくるから、野営の豆知識を一つ教えてあげる。テントは焚き火の風上に張るのが鉄則だよ。どうだった？頑張って覚えたキャンプにぴったりの料理。うわ、めちゃくちゃ美味しかったぞ。ムアラには料理も得意なんだな。カーレさんにいろいろ手伝ってもらったから本当ありがとね。いえいえ、皆さんのお役に立てて嬉しいです。あれ、今うなり声みたいなの聞こえなかったか？夜の野外ってやっぱり不安だな。心配しないで。レコードを買ったの覚えてる？今つけるよ。ね、聞いたでしょ。この曲、そんな効果があったのか。ただの縁起物だと思ってたぜ。風習には先人が残してくれた貴重な経験がたくさん隠されてるって両親が教えてくれたの。信じればきっといいことがわかるよ。なるほど。この神秘の島の旅もある意味初代族長が残した風習の一つなんだけど、一体どんな経験を伝えようとしてるんだろうね。オイラも気になるぞ。私も実は詳しくなくて、小さい頃に両親から聞いた話なんだけど、最初にナタの地図を書いた人で、最初にココラ竜を仲間にした人でもあるんだって。なんかすごそうだな。うん、どん
なにたどり着くのが難しいところでも、足を踏み入れたことのない場所はほとんどなかったらしいよ。彼のガイドとしての名誉は今でも匹敵する人がいないレベルだよ。神秘の島への旅は中でも一番輝かしい栄誉なんだ。でも不思議なことに、それまで一度も立ち止まることのなかった彼は、神秘の島から帰ってきた後、足を休めて今の龍泉の州を立ち上げた。それは一体どんな意味のある旅だったんだろうね。あれ？ちょっと、なんでこんなに空気が重いの？みんな、なんか喋ってよ。ねえ、休む前にキャンプファイヤーで盛り上がろう。明日、あの渦に飛び込むのなら今は体力を養うのが一番の得策だろ。もう、釣れないんだから。一応、命の恩人の提案なんだけどな。そうだぞ。わかった。規定通りならキャンプファイヤーでは何をすればいいんだ。規定？キャンプファイヤーをやるのに規定なんてないでしょ。楽しければいいんだよ。そうだな、私が質問してみんなが思ったことをそのまま言うのはどう？面白そうだな。じゃあ1問目、旅の意味って何だと思う？なるほど、ちょうどこの話をしてたもんな。みんなで考えれば初代族長があの時何を考えてたのかわかるかもって思ってさ。オイラが最初に答えるぜ。そうだな、旅の意味はお宝といろんな美味しい食べ物だ。でも一番大事なのはやっぱり一緒に旅をしてくれる仲間だと思うぞ。うんうん、私もそう思う。次、旅人はどう思う？ずいぶん長く考え込んでるね。わかった。ナタに来る前にいろんな国を旅してきたんでしょ。旅人はガイドの私よりも旅の経験が豊富だから、どこから話せばいいか迷っちゃうのもわかるよ。それじゃまずはお預けってことで、答えが出たらまた教えて。次はカーネさん、聞かせてくれる？私ですか？旅と言っても、実は今回初めて遠出したんです。役に立つ意見は出せないかもしれません。いいのいいの、だってただのキャンプだよ。研究討論会じゃあるまいし。わかりました。私は旅は寄り添うことだと思います。目的地にたどり着くまでは旅のことだけを考えて、お互い寄り添っていれば悩みなんて消えるんです。なんとなくわかるよ。オイラも。本当ですか？笑わないでくださいね。さてと、じゃあ次はヴィランドラさんの番だね。どうしてもというのなら言わせてもらおう。僕の人生の目標や理想は全て結果だ。旅など所詮結果に通ずる道のりでしかない。正しい結果へと導くことこそ旅の最大の意味だと思う。そうなの？ちょっと理解するのが難しいよ。何も難しいことはない。君たちの初代族長もきっと同じ決断をした。神秘の島で十分な価値のある結果を見つけたから旅を終わらせたのだろう。結果を得たからにはそれ以上旅を続けても意味はない。
それは…ここに来る前、ある研究成果を盗まれたんだ。奴は僕の研究成果に署名をしただけで、全ての栄誉を持って行ってしまった。まるで僕が注いできた心血は最初から存在しないかのようだった。分かったか、お嬢さん。結果のない過程には何の意味もないんだ。それは気の毒だったね。でもその考えには賛同できないよ。同情などいらない。神秘の島にたどり着き、正しい結果さえ得られれば、今の状況はどうでもいい過程に過ぎない。昼間の出来事を経て、僕の判断が間違っていたことは証明された。ここは君の判断を信じよう。僕が言ったことについては謝る。今度こそ神秘の島にたどり着かないと。命を君に預けることは僕にとって必須の決断なんだ。これって謝ってるのか？なんだか変な感じだぞ。流星の州のガイドたちはこんな風に言うの。もし旅の目的が単にゴールにたどり着くことなら、最初から外に出る必要はないってね。だって全ての旅の最終的なゴールは家なんだもん。お客さんを連れて道を急ぐばかりじゃガイド失格だよ。私は目的地を目指す過程だって楽しんでもらいたいの。それこそが旅。これが私の答えだよ。君が僕に賛同できないように、僕も君の理屈には賛同できない。別にいいんだよ。旅のもう一つの大きな役割はお互いに分かり合えるようにしてくれることだからね。それはまたどういう理屈で。はいはい、この話は終わり。まだ寝るには早いし、階段でもする？うい、おいらちょっと怖いぞ。ぐっすり眠れたな。ムハラニたちはもう出発したみたいだ。早く追いかけようぜ。ムハラニ、ちょうど君たちを呼びに行こうとしてたところだよ。あ、渦をもう一度出現させたのか。運が良かったよ。粘素濃度は太陽が昇ったらチャージが完了したみたい。今回は二人が手伝ってくれたから、すぐにギミックを解けたの。粘素濃度を操作するコツをつかもうと朝からずっと練習してくれてたみたい。お？ちゃんと謝ったら背中を預けられる仲間になれたみたいだな。僕たちをからかってる場合か。渦の出現時間には限りがあることを忘れるなよ。そうだったぜ。早く渦の方に向かわないとな。昨日いろいろと話したけど、もう一回確認させて。みんなは私の判断を信じてくれてるよね。もちろんだ。よし、それじゃあ行く。